はい、守り神の一言です。はい、皆さん。えー、っと、今日ですね、行きたかったバナスタ、ホームで、ジュビロ・ユタ戦でしたが、見事ね、2対1勝利ということで、このレビューですね、今回ちょっとやっていこうと思うんですけど、本当にね、僕も、あの、家で、自宅でダゾン観戦だったんですけども、まあちょっとね、仕事の都合で行けなかったって。いや、本当にね、今日の試合に関しては、悔しかったですね。もうなんか、いろいろ見たかったですね。あの、キレキレのうさみやっぱ見たかったし、 あの、福岡のロングパス見たかったし、ウェルトンの突破も見たかったし、最後の一森のあの紙成分も見たかったし、本当に現地でこれちょっと目に焼き付けたかったなと思うことが本当に多かったですね。いや、それぐらい今日の試合ちょっと色々ね、面白い見どころ満点の試合だったかなというふうに思うので、ちょっとそれをですね、今回レビューでやっていこうかなというふうに思います。 はい。まずですね、本日3月16日ですね、岩田との J1 第4節ということで、岩田が J リーグに関して言うと、神戸に負け、川崎には勝ち、そして、柏には負けということで、一1勝2敗という状態で、で、ガンバに関しては2試合で、1試合少ない状態ですね。2試合終わってて、一1勝1分けという状況でした。で、その中での第4節ということで、岩田に関して言うと、 ま、そのね、川崎戦で、ジャイメン業が4得点取ったりとか、そこでね、ちょっと昇格生みながらも、ま、爆発力みたいなところも秘めたチームという評価だったのかなというふうには思うんですけれども、ま、私の、えっと、試合前の予想としてはですね、予想というか、戦力の、ま、見立てとしてはですね、ま、ここの岩田には勝っとかないとっていうところでしたね。まあ、ここで岩田に負けてるようだと、今シーズンもまたガンバは残留争いみたいなところになる可能性が非常に高いんじゃないかなと。 思っていたので、まあ、ここはねしっかり勝っておきたい。試合かな？という風に予想はしておりました。はい、そこはね。あの多分私、私スケジュールのところの、えー、動画の中でもそういう話はしてたと思うので、戦力さんまだちょっとわかんない部分はあったんですけども、ガンバとしてはここは勝っておきたい。試合。 というところだったっていうのは、えー、確かだかなというふうに思います。まず、スターティングメンバーですね。行きましょう。ガマさんのスターティングメンバー結構変えてきました。ゴールキーパーが一森。ここは引き続きですね。3試合連続のスタメンとなっております。ハンダリックがね、えー、ふくらはぎの肉離れということで、怪我になりましたので、えー、ハンダリックスタメン復帰となっております。そして、センターバック、三浦玄太もまあ怪我ということなので、えー、福岡翔太が、えー、センターバック、えー、今シーズン初スタメンですね。になっております。 そして、もう一人は中谷ということで、これ右左で言うと、右が中谷、左に福岡という、並びになっておりました。そして左サイドバックは黒川ですね。そして、中盤が、ダワンとネタラビという2枚を並べてきました。鈴木徳間が、今試合に関してはスタメンを外れて、ダワンがスタメンと。そして右サイドが、岸本ですね。岸本は3試合連続のスターティングメンバーとなっております。そして左に J リーグ初スタメンということで、ウェルトン、左のサイドハーフで。 必要です。そしてトップ下に、えー、山田孝太。そしてワントップに、うさみという夫人で、えー、4231ですね。やってきました。そして、えー、サブに関してはですね、東口が怪我から復帰で、えー、サブメンバーとして入っておりました。そして、ディフェンダーに、えー、中野ですね。両サイドバックの控えとしての中野。そしてセンターバックのサブがいなくて、中盤が3人ですね。倉田、そして鈴木徳馬、えー、石毛と。石毛が張っ のベンンチ入りとといいうことで今シーズン入っていましたそして、フォワードが2枚で、遠山と坂本という、こういうメンバーで来ましたね。まあ、あの、本当に意外なところ、センターバックのサブがいなかったというところと、フォワードの遠山坂本を入れてきたっていうところで、センターバック何かあったらどうするんだろうなっていうのはちょっと思いましたけどそして、一方、岩田ですね。岩田の方は同じね、4231というフォーメーションで、ゴルキーパーに川島、そして、デが右から上村、伊藤、 リカルド・グラッサー、松原。そして中盤2枚が、えー、中村俊と上原。サイドですね。サイドが、右が松本正也、左に平川、トップ下に山田弘樹そしてワントップにジャーメジオとなっておりましたね。サブに関して言うと、サブでね、まあ怖いので言うと、まあ藤川小太のサイドハーフの選手ですね。とか、あと古川ですね。古川洋介、えー、左サイドの。 ウィングの選手ですね。こう、ドリブラーです。そして、マティウス・ペイショット、ポストプレイヤータイプの選手ですよね。この選手、SNS とかでもね、あの、奥さんの SNS かな、ツイッターとかで、あの、娘さんめっちゃ可愛いんですよね。娘さんが、あの、ドラえもんのぬいぐるみを、すごい気に入って、こう、持ち歩いてるみたいな、SNS でちょっとほっこり、スケットなんですけど、まあ、非常に僕は好きな選手ですね。なんか、あの、敵チームながら、ちょっと応援したくなっちゃうような、あの、娘さんのエピソードは、 非常に良かったですね。こういうメンバーで始まりました。そしてね、試合、スタートしてですね、もう開始4分ぐらいで、まあ、試合の方が動きまして、福岡からですね、右サイドの岸本の方にボールを入れた、ロングパスをね、入れて、その流れからですね、ボールをですね、岩田の松原がですね、ちょっと処理をしている間に、まあそこにね、岸本がハイプレスで詰めていって、松原のパスを 足に当ててててでですね宇宇佐佐美美へのアシストととなっっがゴゴーールル前決めいうこ,とです、ねまあ、ここはもう本当に前プレーがしっかりかかっていて、まあ、岸本のプレッシングのところがしっかりできていたっていうところと、まあ、うさですよね。やっぱこういうところの場面で、昨シーズンの宇佐美だとちょっとこういうところがね、頼りなかったんですけど、今シーズン非常にやっぱりここが頼れるうーんキャプテンになってきているので、 今本当にコンディションがいいんだろうなというふうに思ってまして、まあここもしっかり決め切ったかなというところですね。前半、先制、うん、ということでね、待望のこの4分で先制したのは非常に大きかったですね。で、前半に関して言うと、全体的な流れですよね。流れで言うと、まあ、ガンバのペースだったかなというふうに思いました。まあ前半の入りから非常によくて、ガンバペースでそのまま先制ゴールまで奪えたと。 いうところですね。で、まあ、欲を言えば前半で2点目まで取れたんじゃないかなというふうに思うぐらい。前半非常にチャンスもあったし、ま、うさみのフリーキックとかもそうですし、まあ、フリーキック以外にもね、チャンスシーン結構作れていたので、ま、よく言えば前半で2点目は取りたかったかなというところですね。で、逆に言うとこう、ジュビロがですね、ガンバの、ま、流動的なポジショニングだったりとか、こう、サイドバックが内側に入ってくるとか、前プレがかかってくるとか、ビルドアップのところも、えっ、ー、と、ネタラビがセンターバックの間に降りてきて、3枚で回すペース。 ケケーーーススもあればネタタラビががが降りててててこずにに、えー、センターバックのの間上っっき人で回すっていうケースなんかもあったりとかかなりね、いろんなパターンがあったんですよね。だから全然そこは決められてなくて、で、サイドバックがすごい上の方に上がっていって、で、そのサイドバックのスペースにダワンが落ちてきたりとか、山田光太が落ちてきたりとか、なんかね、すごいそこはガンバがね、流動的なビルドアップを見せていたので、まあ相手もなかなかちょっとマークを捕まえきれてない。 っていうところが、まあ、ジブリ側としてもなかなかね、それが35分ぐらいまではちょっとジブリは、なんかふわっとしている感じで、で、プレスもね、その、行き切れてない感じなんですよね。ここでかわされたら、じゃあ、全部ずれるんじゃないかなって。あれはまあ、サッカーやってる選手とかね、やったことのある選手とかで、結構わかりやすいところなんですけど、あそこまで選手が、こう、10の選手が、いけないっていうのは、そのマークが、 あれ、これ俺のマークで合ってるみたいなところとか、なんかこの選手ここにいるけど、これ誰のマークだったっけみたいな時って、なんかね、プレスいけないんですよね。思い切って。で、ここでもし自分が買わされた時に、なんかすごいまずい状況になるんじゃないかなっていうところの不安もあったりとかするので、まあそこがかなりこう、ジブ業としては前半、まあストレスになっていたんじゃないかなというふうに思いますね。そこのなんかマークの受け渡しだったりとか、ガンバがね、こう、流動的に人が動くことによって、 まあ全然捕まえきれてないっていう感じが非常にしましたね。で、前半終盤のこの10秒、まあね、40分ぐらいからずっとこうセットプレイ何個か続いてて連続セットプレイでね、なんか一度ほんと危ないシーンはあったんですけれども、まあそこもね、まあ開幕戦のあの町田の <laughs> ロングスロー連発とかに比べたりすると、まだまだ10秒のセットプレイに関しては、まあまだまだましだったかなと思うんですけど、あのウェルトンがジャーメインに着くっていうシーンがなんか 会館あったんですかあれは僕やめた方がいいかなとは思いましたね。ちょっと、ベルさんそんなにぴったしつくタイプでもなかったので、ちょっとそこは見てて大丈夫かなと、ちょっと不安になったところでしたね。で、前半は1-0でガンマーの方がしのぎました。なんとかね。はい。まあ、2点目取れず、えー、ジュビロもまあ、えー、40分くらいから構成に出たんですけども、どうには追いつけずというとことで1-0のままでしたね。後半、えー、開始と同時にですね、ジュビロは2枚替えで、マティスペーショットを入れてきたのと、古川ですね、平川のところと、 山田宏樹っていうところを変えてきて、古川、そしてマテウスペイショットを入れてきたっていうところですね。まあ、パワープレイをね、明確に多分仕掛けてくるんだろうなっていうところと、まあ、左サイド古川のところは多分仕掛けてくるっていう、まドリブラーですから、まあ、彼をどうやって止めれるかっていうところかなというふうには思ってましたね。で、ガンマに関して言うと、ま昨シーズンもそうなんですけど、後半相手がこう、ガラッと戦い方を変えてきた時に、やっぱりそこで結構やられてたので、今シーズンそこで,ですね、相手がこう、戦い方を、 前半とガラッと前半うまくいってない。前半は作戦通り行きましたってなった時に、後半相手はやっぱ絶対変えてくるので、この相手が変えてきた時にどう対応できるか、どう守れるかっていうのが非常に重要だったし、まあそこがね、 できるようになれれば、ガンバはね、もっと上に行けるはずだったので、まあそこのね、やられたところをしっかり改善できてるかというところは非常に見どころかなというふうに、後半入ってから、私は結構思っていましたね。で、ジブでは後半やっぱこのマティスペーショット入ってきたんで、まあパワープレイっていうのが明確になっていてですね、クロスだったりとか、えー、ロングボール、まあ後ろからこう、中盤あんまり経由して繋がずに、割とそのロングボールを入れてきた。まあ、だから街田とかの戦い方に結構近い、 状態にはなってきたのかなと。まあ、なので結構アバウトに入れてくるみたいなところは結構多いかなというふうには思ってましたね。でそうなってくると、まあ、アバウトになってくるとですね、なんていうんですかね、必然的な崩しとか、必然的なこう、うん数的優位が作れるわけじゃなくて、結構偶発的にやっぱり、 うん、弾き返した時にうまくこう、的に転がったりとか味方に転がったりみたいなところで、えー、チャンスができるっていうのは、これサッカーのね、うん、スポーツという特性上、こう、その辺のね、具発性っていうのはどうしても出てくるところなんで、まあ、ジュビロとしてはまあ、パワープレイ仕掛けてくることによって、そういうね、具発的に生まれたチャンスとか、そういうここで押し込んでいきたいっていうところが、意図としてはあったんじゃないかな、というふうに思うんですけども、ただね、えー、そこをまあ、うまく、ガンマに関しては、まあ、対応。 が、まあ、できてたんじゃないかなというふうには思いません、ね。最初ちょっとね、うん、どうかなと思ったんですけれども、まあ徐々にこう慣れてきていて、まあうまくね、そこから、えー、ひっくり返してチャンスも作ったりはしていたので、えあと後半にやっぱりこうウェルトンが非常に、まあ冴えわたっていた。前半ちょっと大人しめだったんですけども、後半はだいぶこうウェルトンは、 さえ渡たっていて仕掛けまくっていたかなというふうに思うので、そこで結構ね、相手も、ウェルトンがいるので、そんなにこう前がかりにもいけないっていうところもあったんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、えー、57分ですね。うさみのクロスにですね、最後の中で、えー、ダワンが、もう跳躍力、もジャンプですね。あのジャンプ一番、あの高い、打点の高いヘディングはもうさすがダワンっていうところでしたね。 ダイワンが今シーズン初ゴールということで、宇佐美は1ゴール1アシストということで、57分ですね。2点目が、もうガンバ変わるぞと待望の後半開始の相手が戦い方変えてきた中で、それをしのいで2点目を取ったということでですね、非常に良かったかなというふうには思いますね。はい。もう、んで、このままね、ちょっと2-0とかで、2-0、30ぐらいまでして、こう試合を締めるかなと思ったんですけれども、 まあ、どうしてもね、ちょっと偶発的なところで、まあ、これほんとね、僕も、まあ、後で見返したところなんですけども、60分ですね。まあ、ディフェンスラインから、自分のディフェンスラインから、割と、本当にアバウトなボールで、クリアしたようなボールが、うまくね、ジャーメインのところに収まって、そこからね、ガンバの右サイドのところを少し崩されてしまって、松原のクロスから、最後は、ジャーメインにゴール決められてしまうと。 いうことで2-1になったということです。もうこれ本当にね、あの、パワープレイのところで具圧的にこう、うん、崩れてしまうというかね、うん、崩されてしまうというところと。まあちょっと古川のところの対応に関して言うと、僕はハンダーをもう少し、ちょっと我慢すべきだったかなというふうには思うんですけども、なんかそこが、うーん、割とね、すぐにこう、足を出してしまう癖がハンダ選手はやっぱあるので、そこはなんかね、ちょっと、うん、もう少し我慢してほしいなというふうには思いますよね。 ちょっとそこで2対1になってしまったということで、まあこうなってくるとね、残り30分、相手がどうなるかというところだったんですけども、まあそこでもね、10秒の、まあ、攻撃結構猛攻もあって、えー、ペイショットのヘディングのシーンも非常に惜しかったですし、まあね、ガンバもチャンスも何度か作るんですけども、なかなかね、3点目が奪えないというところでした。 で、交、え、代、ー、選手で言うと、その2-1になってから交代も動きまして、まあ66分に、えー、倉田、そして鈴木徳馬を入れてきました。倉田に関しては、右サイドの岸本に代わって、えー、右サイドハウで出場ですね。で、鈴木徳馬に関しては、ネタダビに代わって、ボランチで、えー、出場という形になりました。で、その後72分ですね、えー、宇佐美に代わって、坂本、一っはい。 え、坂本勇佐が入ってきました。で、そして最後の交代、4枚目に関しては、83分ですね。前半でちょっとイエローをもらってた山田交太に代わって、え、1ギガ入ってきたというところだったんですけども、まあ、その後もね、えー、割とちょっとジュビロのパワープレイのところ押し込まれはしたんですけれども、まあ、なんとかね、最後しのぎ切って、ね、もう本当ですあれですよね、ラストプレイ。もうこれが本当にこの試合の一番の見どころだったと思うんですけども、一森のね、えー、スーパーセーブですよね。ほんとあれは神セーブだったと思いますよ。 あれは本当に、まあ一年ではもう何度も見れるようなシーンではないし、本当心臓が止まりそうな、あの、ボールがね、ふわっと浮いた瞬間に、ああって思っちゃったんですけど、まあ一森の手がどこからともなく出てきて、うん、あれの反応できたのは本当に素晴らしい反応でしたね。相手の攻撃し、しのぎきって、ゲームセットということでね、なんとか21で勝ち点3を奪って、えガンバは 二勝目を挙げました。二勝1敗。二勝一分けか。二勝一分け無敗ですよ。二勝一分けの無敗と。一試合少ない中でですね。もうすでに勝ち点7。ですか。これはもう非常に。まあ、ガンバー、やっぱりね、スタートダッシュというところは僕は、今シーズン非常に鍵に挙げていたので、まあそこのスタートダッシュというところで言うと、まあ、まだちょっとね、三試合ですけれども、スタートダッシュは切れたんじゃないかなと。二勝一分けですから。 十分なスタートになったんじゃないかなというふうには思っておりますね。はい。じゃあ、まずゴールキーパー、えー、一森ですね。まあ、その最後ですね。勝ち点3殴り寄せた、そのアディショナルタイムの神セーブですね。あそこがもう最大で最高の見せ場だったなというふうにはもちろん思うんですけども、まあ、それ以外にもフィード面ですよね。やっぱりミドル、ロングのパスっていうのを、 ガンガン繋いでましたよね。ゴールキーパーあんなにパス成功率高いのはちょっと正直見たことないレベルの、うん、パス成功率だったんじゃないかなというふうに思いますよ。でも当たり前に繋ぐんで、こっちも見てる方もなんかもうそんなにすごくないというふうにな、ね、なんか当たり前みたいにこう見てるんですけど、あの、精度としては本当ととんでもない精度だというふうに思いますよ。あの、開始5分ぐらいやったあの、ウェルトンへの ロングパスが1個あったんですけど、あれ、ほんと、あれだけでも僕ご飯3倍食べれるレベルのフィード能力ですね。本当にすごいです、ね。最後のあのシーンに関して言うと、僕あの、ツイッター X の方でも言ったんですけど、2年前、2022年の、皆さんぜひ YouTube で2022年の、えー、ガンバ対湘南、パナスタでの試合なんですけど、4月ぐらいのやつですね。で、これも一森がスタメンで、まあ、東口怪我してて一森スタメンで、アディショナルタイムに、 同じような展開で山本シュートにゴール決められたんですよね。右サイドからのクロス、石原からのクロスを山本シュートにヘディングで決められたっていうシーンがあって、あれも一森だった同じようなシーンだったんですけども、そこのなんかね、反応、まあ、本当に同じようなシチュエーションで、僕らが本当にね、最後のところすごいよぎったんですよ。ああ、みたいな思ったんですけど、あそこでなんか反応できたっていうのが一森の、やっぱり大きな成長だったのかなというふうに思いますね。もうぜひちょっと皆さん、これあの、YouTube 多分、 あの、ベルマールの公式かなんかの動画に多分乗って、残ってるはずなので、ぜひね、あの皆さん見てみてください。そして右サイドバック、ハンダリクですね。まあ、松田リク、怪我っていうこともあって、右サイドバックでフル出場でした。まあ、開幕戦とかね、前節に比べると、まあ、2週間でだいぶポジショニングの修正とかですね、まあ、岸本との連携というところは、まあ、整理できてきたのかなという印象はありました。まあ、ただ、こう、失点シーンとかではちょっとフルカに起点作られたりとか、 まあ、あの、開幕戦でもね、その、ひらに抜かれたっていうところのあったりとかするので、まあ、この辺のね、1対1の守備ですね。まあ、昨シーズンもカピシャバにやれたりとかするので、この辺のね、えー、1対1の守備っていうのは、まだまだ、うーんー、ハンダリクに関しては改善の余地があるんじゃないかな、というふうに思います。はい。よくはなってました。よくはなってましたけど、まだ、全然。 うん。もっといいハンダリークは多分見せれるはずなので、えー、まだまだね、改善してほしいかなというふうに思いますね。もう1対1の守備に関してはもう前世紀のもう坂井良樹とか、それぐらいのレベルまでちょっと行ってほしいかなと思いますよ。もう簡単にこう守備ではやられないみたいな。はい。そしてディフェンスね、ねまず、右の中谷ですね。はい。右センターバックの中谷。はい。前半のまあ、その連続セットプレー時も、まあ、焦らずにね、最後のところしっかりやらせないっていう守備が、 中田に関しては非常にできていたのかなと。ただその終盤のパワープレイの時の対策については、ちょっと改善点はまだまだありそうな気はするんですよね。これはちょっとまあ中田にだけの責任ではないと思うんですけども、まあね、もうディフェンスリーダーなので、まあ中田に関してはここのね、えー、改善っていうところもまだまだね。 え、やってほしいかなと。もう今がもう完璧っていうわけではなくてね。うん。やっぱり、まだまだ良くはできるとはずなので、まあ、そこはね、えー、突き詰めていってほしいかなというふうに思います。福岡ですね。まあ、今シーズン初スタメンで左のセンターバックとして出場ということで、まあ、やっぱフィード能力ですよね。うん。やっぱり、ま、一日の守備ももちろんそうなんですけども、まあ、それ以外のところだとやっぱフィード能力ってところは相変わらず非常に高いかなというふうに思いますし、ま、あそのロングパスの軌道がもうちょっと、 芸術的な軌道法なので、これはね、あの、見る価値ありますよ、やっぱり。はい、そして、えー、左サイバー黒川ですね。まあ今日はね、前がウェルトンっていうこともあって、まあ連携はね、まだまだこの二人に関しては、まあこれからやっていくんだろうなという印象があります。で、まあそのね、ウェルトンが結構もう本当に前でね、自由に、うん、やってくれるので、 まあ、攻め上がりに関しては黒川はやや自重気味で、まあ、守備のところとかビルドアップのところでしっかり貢献してくれた印象はあります。まあ、なので、まあ、昨シーズンみたいな、こう、本当ね、崩し黒川頼みみたいなことには、今シーズンのメンバーならなかなかならないのかなというふうには思いますねで。一度ね、あの、黒川もインナーラップで、あの、めちゃめちゃ攻め上がって惜しいシーンあったんですけども、あそこもね、本当にもうちょっとでアシストというシーンだったので、ああいうシーンもっと作っていければ、えー、いいかなというふうに思いますね。はい。そして、えー、ボランチ、まず、 ダワンですね、ダワン。えー、まあ、前半ちょっと若干ボールタッチに不安なところとかもあったんですけども、後半ねやっぱ試合感も慣れてきて修正だったりとか、まあ,あと玉際の最後のところをしっかりね、詰めていったりとか、えー、シュートブロックしたりっていうところで、かなりやっぱりダワンはその辺をしっかりやってくれるので、いい出来だったかなというふうに思いますし、まあやっぱ得点シーンですよね。うん、スタンディン,ディングジャンプですよ。リカルド・グラッサのだいぶ上の方から。 まあ、あそこはもう、あそこはダワンですよね。さすがダワンっていう、うん、高さだったかなというふうに。 思います。本当に、めちゃめちゃ飛んでましたよね。あの跳躍力ほんとすごいですよ。うん。で、試合通じてやっぱ中盤でハードワークして最後ね、まあ、だわね、足つる、うん、癖、多分釣り癖あるんですけど、そこはね、釣りながらもしっかり最後まで、えー、こらえたっていうのは、もうさすがだなと思います。えー、ダブルマッチもう一人、ネタラビですね。まあ、代表戦で離脱前の最後の試合ってなりましたけれども、まあ、いつも通りね、中盤で存在感を発揮してくれたかなというふうに思います。 で、まあダブルバウンチのね、もう一人のダワンが割とこう自由に動き回っていったりとか、まあダワンの方を少し前めにして、えぇ、ー、寝たらびが少し後ろという印象だったので、まああの、後ろからの組み立てにも、 積極的に絡んでいったかなというふうに思いますしダウンはねこのワイドに開く、えー、ところがあるんですけれどもネトラビに関してはなるべく真ん中の方でこうどしっと構えてるっていう印象ですねはいそして右サイドハーフ岸本ですねまあ先制のシーンですよねもう素晴らしいプレスでしたあれは松原選手のところを、えー、しっかりプレス引っ掛けていって、えー、宇佐美の先制ゴールはあれ足当たってたのでアシストになりますね素晴らしいアシストでしたでまあ後半ねその対面の松原選手に対、えー、選手にまあアシストは許してしまったんですが けれども、まあ、やっぱりね、攻撃面のところで松原選手をそんなにね、目立たせなかったというところは、えー、聞いていたのかなと。えー、岸本選手の、まあ、攻撃面のプレスだったりとか、前目でしっかりケアしていくっていうところがしっかり聞いていたのかなというふうに思いますね。まあ、今シーズンのところで言うと、岸本は非常にいい出来だったんじゃないかなというふうに思いますね。そして左、えー、ウェルトンですね。まあ、待望のリーグ初スタメンということで、まあみんな期待したウェルトンでしたけれども、まあもう想像以上の やっぱり、スプリント能力。そして、この上半身の強靭なフィジカルです。まあ、ラグビーでいう、こう、ハンドオフみたいな、相手を手で押して、自分のスペースを作るっていう、この動きですよね。で、相手のサイドバックの上村選手が完全にもう、後半に関して言うと、ウェルトンに、もうやられましたね。あれ、あれは本当に、いわゆるチンチンされたってやつですね。ウォーカー、あの、ウェルトンに関してはもう、ちょっと三笘選手のような、うん、イメージですよね。もう、ボール持つだけで、こう、ワクワク。 させてくれるような選手なんじゃないかなと思ってますね。前半はちょっと割と自重気味だったと思うんですけども、やっぱりね、上村選手のこう間合いとか、相手の力量みたいなところを見て、うん、もうほぼ後半に関しては全勝していたんじゃないかなと思います。で、ちょっとプレイスタイル的にはだいぶアグレッシブですし、まあちょっとね、うん、イエローもらったりとか、ちょっとね、守備のタスクを負わすのは結構危険な気もするので、キャラクター的にも、うん、退場とかなりそうな気もするので、そうなってくるとちょっと怖いんで、 やっぱね、こう、押し込まれたりとか、終盤のああいう時には、できれば、こう、サイドとかではなくて、もう、ワントップ気味にちょっと前残ししても、面白いのかなというふうに思います。まあ、カウンター用意みたいな形で。ウェルトンが前にいると、多分、相手もそう飛び込めないと思うんですよね。相手のセンターバックにも脅威になるので、まあ、そういう使い方もありかなと思いました。そして、トップした、え、山田コーですね。まあ、得点以外、得点を取れなかったこと以外は、山田コーに関しては言うことないんじゃないですかね。もう、ハードワークとか、うん。 ターン、ボールコントロール。もう、ガンバの中盤ではもう、もはや欠かせない存在感はありますよね。で、今日の試合で言うと、ちょっと前半の早い時間帯でイエローもらっちゃったので、83分で途中交代したんですけれども、やっぱこう戦術的にはね、欠かせない選手なんで、ちょっと警告をまあ早めにもらうっていうのは気をつけたいところかな、というふうに思います。でも本当、あと得点だけっていう状況なんですけれども、まあ2点目の関与もしていますし、 まあ、もうすぐでゴールというシーンが作れてるので、まあ、ここはまあ、時間の問題かな、というふうに思います。あんまり焦らずにね、もうしっかり取れる時に取りましょうっていう感じかな、と思います。はい。そして、えー、ワントップが、ウサミですね。はい。まあ、もうウサミに関しては、もう1ゴール1アシストで、文句なしのマンオブザマッチかな、というふうに思います。まあ、最後ね、えー、止めた、1森とで悩んだんですけども、やっぱり1ゴール1アシストというのは大きいかなと。 思いますので、えー、宇佐美をワンオブザマッチに、えー、僕の方は選ばせてもらいました。で、まあ、昨シーズンの僕、宇佐美ワントップで出た試合とかは、現地に見たりとか、えー、ダゾンで見たりとかしてたんですけれども、まあ、昨シーズンの宇佐美とはやっぱワントップ人とはもう、正直、別人っても言っていいぐらい、まあ、キレもありますし、ボール持った時の怖さもありますし、うん、開幕3試合連続ゴールで、そしてプラス今日はアシストでしょ。もう大暴れじゃないですかね。 で、開幕3試合のガンバの全得点に今関与していますし、この5月で32歳になる選手なんですけど、もうなんか本当完全復活、うん、2桁以上取ってくれるんじゃないかなというふうに、今のところ思わせてくれるような出来事ですよね。まあ、宇佐美に関して言うと、その攻撃面の,その決定力だったりとか、フリーキックだったりとか、素晴らしいところがあるんですけども、それ以外でも、プレスバックのところとか、あとサイズチェンジとか、 まあもう本当にサッカー全体を通してうさみという選手のもうボール持った時のワクワク感っていうのが非常に面白くなってきてるなっていう印象ですよね。いろんなことができるようになってきてますし、いろんなものの精度も上がってきているので、まあやっぱこう年齢を円熟みを増してきて、なんか人、 段階ちょっと上に行ったかなというふうには思いますね。このままちょっとこのコンディションちょっと維持してほしいなというふうに思いますね。ここから交代室の選手ですね。66分に、えー、岸本に代わって入ってきた倉田選手ですね。はい。今日は右サイドハーフとして、えー、3試合連続の途中,途中出場となりました。まあもう、えー、開幕戦はブランチで出たりとか、えー、2戦目は左で出たりとか、えー、今日は右で出たりとかっていうので、もう本当に、うーん、まあ、 タスクをしっかりこなしてくれます。中盤どこでもできるというのは非常に大きいかなというふうに思いますね。で、今日右に出たのはおそらくその相手の起点となっていた、まあ、先、あの、相手の1点目の2対1になったゴールの、えー、アシストをした、えー、松原選手のとこだったりとか、それの、え左サイドでね、ちょっと崩しの起点となっていた古川選手。まあ、ここの連携のところをこの、クラタ入れることによって潰すっていうのが目的だったのかなというふうに思うので、そこのタスクはしっかりこなしていた印象はありますね。 はい。そして、えー、同じく66分に入ってきて、ネタラビニカワ鉄上の、えー、鈴木徳馬選手ですね。はい。今シーズン初めての交代出場でどうなのかなと思ったんですけれども、まあ、守備のところですよね。うん、ちょっと、まあ、1点返されてバタバタしてたところで入ってきたので、それでまあ、鈴木徳馬の役割としては、やっぱりこの守備で、まあ、センターバックのところのバイタルのところですね。消す動きだったりとか、まあ、中盤のルーズボールをしっかり回収して、 ボールを落ち着かせるというところですよね。まあ、落ち着かせるための配球を、まあ、鈴木特馬しっかりやってくれるので、ちょっと失点でね、浮き足立っていたチームを、まあ、落ち着かせてくれたのかなというふうに思いますね。まあ、非常に大きい役割だと思いますが。こういうのが途中からでもしっかりゲームに入って、まあ、ゲームを作れるというところはすごいですし、まあ、この選手ももはやガンバの中盤には欠かせない戦力となったかなというふうに思いますね。で72分から出場の坂本伊佐ですね。 ま宇佐美に代わってワントップで交代出場でした。はい。まあ、守備時のプレスについては、タスクこなしてくれてましたけれども、まあ、押し込まれた時ですよね。相手に押し込まれた時に、まあ、カウンター時に生きるようなポストプレーの高さだったりとか、まあ、圧倒的なスピードだったりとか、そういったわかりやすい長所っていうのが、 うん坂本に関しては今のところないので、まあトラップとかね、細かいところの技術がうまいんですけどもうーん、なかなかそういう相手がもう押してしまっている時にそれをこうひっくり返すだけの個人技術がすごいあるかっていうと、そうではないかなというふうには思うので、今のところちょっとね、この、うんまあうさみがね、好調なんでなかなか多分スタメン取り返すのは大変だと思うんですけども、この限定的な出番の中で、その自分の持ち味をどう出せるか、 っていうところが結構課題にはなってくるかなというふうに思いますね。で、続いて、えー、最後ですね。83分から出場の石毛ですね。まあ、山田ン太に代わってトップ下で今シーズン初の出場となりました。まあ、実質10分程度の出場だったんですけれども、まあ、押し込まれてる展開だったので、まあ、ボールタッチも少なかったんですけれども、まあ、守備のところでしっかり、えー、タスクに関してはやってくれたかなというふうに思います。まあ、これから先やっぱりね、スケジュール厳しい4月とかも考えると、まあ、徐々にね、えー、石毛選手に関しても出場機会増やしていって、 えー、コンディションはね、しっかり、まあ、試合慣れしておいてもらわないと、まあ、いきなり出てね、えー、試合に入れないってことがないようにだけはしておかないといけないので、ここのコンディション調整としても、まあ、大事かなと。まあ、今日の出場は大きかったかなというふうに思いますね。ああ、えー、最後、ポヤトス監督のところですね。まあ、4月の連戦踏まえて大きくメンバー変更したんですけれども、まあ、結果的にはね、勝ち点3を得たということで、まあ、最高の結果になったんじゃないかなというふうに思います。はい。 ま、戦術的なところで言うと、ま、岩田のこの守備陣の不満を、え守備陣の不安ですね。をついた、ま、前線からのプレスとか、ま、ウェルトンのスタメン起用っていうのが、ま、作戦としてはうまくはまった印象かなというふうに思います。まあ、サイドバックのところの守備はあんまり良くないっていうふうに僕も見てたので、ま、そこはね、あの、ウェルトンのとこだったりとか、ま、岸本のその前からのプレスだったりとかっていうのがうまくはめれたのかなというふうに思いますね。はい。 で、高対策については、まあ、試合全体通じて、うん、まあ、高対策につ、まあ、高対策に関しては、試合全体通して、まあ、岩田の左サイドですね。左サイドやっぱ、あの、ストロングポイントなんで、ここを警戒してて、まあ、松原のケアとか、うん、そこでね、えー、倉田入れたりとかですね。で、あと、ま、守備がちょっとバタついた時に、それを落ち着かせるために、えー、鈴木とかも入れたりとか、えー、疲れが見えてきた、宇佐美変えたりとか、ですね。 で、家でもらっていた山田交代の交代っていうところで、まあ、おおむねこう納得できるような、うん、交代策だったかなというふうには思います。で、交代人数も4人だったんですけども、まあ、残りの、うん、入っていたのが東山と中野だったんで、まあ、そこを考えれば展開的には、うん、その4枚で納得だったかなというふうに思います。うん、なので、まあ、最初のそのベンチ入りになんでこのセンターバック入れなかったのかっていうのはちょっと不可解なところなんですけども、 まあ、江川だったりとか、坂だったりとかが、そこまでまだコンディション的に上がってないのかなと。まあ、江川は全体練習に合流はしてるとは思うんですけども、まだ毛が明けっていうところで、そこがまだ厳しいのかなという印象があるんで、そこのセンターバックね、うん、どうなん、なんか控えにセンターバックいないっていうのはちょっと、 この中谷福岡にもしアクシデントがあったら、うん、ちょっと怖いかなというふうに思ったので、まあそう考えると東山よりかは江川とか、坂入れてた方が良かったんじゃないかなと思ったんですけど、この辺はね、まあその辺の事情も含めて、まだ怪我人状況とか、コンディション状況とかがわからないところなんで。はい、ということでね、まあ2対1で勝った試合なんですけれども、まあ、ジュビロに関して言うと、うんと、まあわかりやすくで言うとですね、まあこれ J2 から昇格してきたチームって、 なかなかこう J1 のこうハイラインハイプレスっていうのは苦しむチームが非常に多いんですよね。っていうのもまあ J2 ってあんまりハイラインハイプレスしてくるチームってあんまいないんですよね。うん。で、ま、あの、町田に関してはもうそれあんま気にし、まあ、その言うとハイラインハイプレスっていうところがはまりにくい戦術を取っているので、まあそこをね、苦としてないとは思うんですけれども。 逆に言うとそのジュビロとかってあんなに前からこう仕掛けられたりとか連動したプレスをされることっていうのは J2 の時はなかったので、まあなので神戸に苦しんだりとか、え柏に苦しんだりっていうところはそういうところかなというふうに思いますよね。逆にマイプレスしてこないような川崎にはえ勝ててるので、まあなのでその辺はもう慣れみたいなところも多分あるとは思うんですけれども、なかなか J2 から上がってきたチームはこの J1 のハイプレスいうのは苦しむかなと。 いやということでね、えー、今回の動画は以上となります。もう本当にね、ガンバーが勝って嬉しい限りですし、僕も家で一人でね、もうユニフォーム着ながらもう、もう叫んでましたし、もう最後の一森のところなんかはもうね、もうギャーギャー言いながらもううわーってね、もう叫んでましたし、うんもう興奮しっぱなしの、えー、今日の試合だったかなと。 いうふうに思います。本当にでも、今シーズン、ガンバの試合、非常に面白いし、やっぱりレビューしてても、うーん、レビューしがいのある試合が非常に多いかなと。戦術的にも見る分が、非常に、見る面が非常に多いので、うん、あのー、ポヤトスの後、采配も、いい采配っていうかね、そんなになんか昨シーズン、んみたいな再配も結構多かったんですけど、 タイミングとかも含めてですけど、だいぶなんか改善されてる感じはするかなと思いました。はい。ということでね、えー、まあ、広島非常に強いですけれども、無敗同士ということで、えー、次節のね、広島戦、えー、楽しみにやっていければと。 いうふうに思います。はい。ということでね、動画は以上となります。はい。あの動画の内容いいなと思ったらぜひね、えー、チャンネル登録と、えー、高評価。そして、頑張るサポーの皆さん、えー、コメントいただけると非常に嬉しいです。あの、チャンネル登録もね、ありがたいことに300人超えましたので、えぜ、ー、ひね、まだチャンネル登録やってないという方に関しては、えぜ、ー、ひチャンネル登録していただけるとありがたいです。ありがとうございました。